やーきつい戦だったけど大きな大きな勝利ですね。我が部我が軍略を問いましょう。小1時間問い詰めましょう。乱世にこれで押し落ちるかな。よし、ソクテロ、この城雪村がもらい受ける。よしよし、じゃあ雪村このまま勝ち方向かいましょう。この雪村に続け、続きます。となると馬屋橋ガターンって減ってるんで、沼田から馬屋橋向かいます。じゃあ3体3900を持って馬屋橋参りましょう。我に続け、取り付くことができればねパッと落ちそうな感じするけど、これなんだ6000。いや、この6000は無理だわ。なるほど、そうきたか。いや、同級じゃ引こう。これさ、ニラ山、そうだよね、そういう状態だよね。いや、ニラ山つきたいな、つきたいけど、誰もいないんだよな、この辺に。いやー。皆の力、吠えろ、吠えろ。大義名分。1000アップか、これうっとしいな。これなんだ？あ、6000がこっち向かってきてる。いや、それはありがたいんじゃないか、もしかして。強行18日。もう強行でもって叩いて、で、すぐ来るけど、あーでも6000の8900ってどうなんだろう。集まってんのは6000。え、これか。え、でもそしたらさ、岩光から美濃はついちゃえばいいんじゃない？ねえ。同級3900を、美濃輪に向ければ、なんだこの動きは。おばた隊が動きを止めたのか。これ何？ 8900。 なんだこれは。26日。え、落ちてないこれ。18日。落ちてるよね、問題ない問題ない。そしたらおじ上と同級は一度ここで軍を止めて、で牽制しよう。すごい攻め際になってるな。米が欲しい。闇取引あったら最高だったんだけど、ないんだよね。あ、まあでもそっか、翌月米入るのか。じゃあ特に気にすることもない。お市場を整えましょう。ここにじゃあ鬼吉茂を浮かそう。さあ、お市場整えました。まあ内政を軽くしてね。米買うべきかな。いや、大丈夫だよな、きっと。まあ秋が来てそれでも足りないよだったら買えばいいか。いきます。で、ここは問題なく落ちるよね。30日後全然届いてないもんね。で、お市場に入ってきた小田原から、ニラ山から、お市場から出ます。まずニラ山、福原隊100で持ってニラ山向かいましょう。八王子で浮かしよかったね。いや、まあいいよね。解散したね。これは八方が落ちたということだよね。これさ、真田城でしょ。正味真田城なら戦えないことないんだよな。5500だもんね。いや、まあでもかくますといいか。八方陥落。見せたか。おバックでドン。誰も来ず。まあそれはよしとして、片付けない。そしたら雪村が馬屋橋向かいましょう。この雪村に続け。で、この動きをすると多分美濃輪が開くんで、美濃輪取れるよね。真田城に来た。まあ、ここはしばらく耐えるでしょう。37日、意外と耐えない。意外と耐えないな。しまった。そしたら防戦すればよかった。そうか、同級は飛行、おじ上で美濃輪城をつく。しようか。東国采配次第、采配次第か。本当に揺るがん。はい、あはあ、やっちゃった。やってはいけないことやってしまった。いやー、最悪ですね。報告いたします。控えめに言って最悪ですね、これはね。ご命令を。あっそう。いやー、もうね、ほんとこういうの良くないよね。まあそんな話はさておき、
まあ、真田城守れなくもないんで、いや正行が上田に行っちゃってんのかな。これでも待てよ、旧部隊でしょ、岩櫃沼田から。待って、岩櫃沼田もう一条でもって大田原どんぐらいかかる。あ、上田から出られるんだ。じゃあ上田を出してこの3体、まあ6000で十分だよね。6000でもってぶつかれば問題はなかろうて。これここ通過するときに叩かれそうなもんだけどね。で、取った8型整えましょう。武将誰入れっかな。ほんと武将がいないのよね、全然ね。ラスト福原を入れました。で、まあこれで8型はとりあえず整った。戻ったらまたすぐに動かせばいいよね。今おっきく兵減らしてるからね。だからここで押し潰すべきだよな、絶対に。この3条はもうちょっと、まあ1万で攻めれば問題ないでしょう。全部かき集めても、まあ、せいぜい6000よ。では行きますか。皆の力、さあ内政が吠える。これワンチャンテロルか。上杉伊達、また長谷道場か。まあ上杉に味方しましょう。我が力もうお貸ししよう。上杉伊達うまいことなんか反同盟みたいな感じになってるよね。小田原戻ってる。ニラ山いけそうな気するんだよなこれ。頼むよ。で戻ってきた。まだ戻ってきてない。さあ今タカタカっつのは8型に入ったとか。早く早く早く戻ってきた。帰ってきたね。ん待て、押し城、あ押し城はそうか、福原隊か。これいけてるよね絶対ね。まあひとまず馬屋橋向かいますか。国見のがいいかな。1万7000何これ。あー徳川領と天狗出てんだ。いやでもこれはいいんじゃないの。これこの軍殲滅させることができれば玉縄小田原機会が巡ってくるかもってことだもんね。そうしよう。じゃあ国見で向かいます。ていうかこれうちのが移動早くないか、そんな気がする。じゃあこの8部隊1万6000でもって国ね。あー変わってるね。じゃあ国峰じゃない方がいいや。馬屋橋行きましょう。この雪村に続け。そうか、南から出るの諦めたか。まあそしたらね、ここの戦でもって全部片付けてしまってポンポンポンで北は取れることになるよね。で問題は真田城、まあなんとかなるとは思うけどね。さあ激突。あ、相馬が北条領攻め込んだんだ。相馬勝ったぞ。お貴様ごと我が敵ではない。取れてしまう。あ、これ下田いける。手を打とう。誰も入ってねえ。これはいけるわ。よし。いやどうした北条。北条ってこれさ、いや武将意外と少ないのかもしれないな。結構いるな。そっか、何なんだろうねこれね。まあ行きましょう。敵が我が領内に向かっております。ほう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 。ままならぬ。いや落ちたか、落ちたけど、まあこれはね、ちょまあでも落ち着こう落ち着こう。これ待って、この動きはむしろチャンスなんだよ。河野台から立山向かってしまおう。河野台よりも元桜からのが早いんで、元桜から佐野100を立山に浮かします。出陣するぞ。減るとは思えないけどね。と岬ね、岬こそ河野台じゃないか。これ回路、あー回路通れないのか。だったら八王子だな。八王子から岬行きましょう。じゃあ小田森春小せがれの100がなんかぶつかってるんだけど、まあ岬行きましょう。出陣するぞ。出てくんのかな。いやーでもこれは出てこなきゃ嘘だよな。問題はこれね、どうするこれ。いや下田取れるのよ。うーん、3日後に戻れる。到着何日後。手を9日後。待って待って待って、そしたら手をニラ山に入って
って入場して出て取って入れる。あ、でももう月の終わりだから武将入れるじゃんね。なんだなんだ問題ないわ。報告いたします。表情、さあ表情始めるとしましょう。策がございます。民本当時欲しい、欲しいと取れるはまた話が変わってくるんだよな。まあ、軍能のままでまた行きましょう。光ったのはパッパ、義重、義信。兵隊管理、これ取らなきゃ嘘でしょ。こっち取れる。あ、農作業改革取ろう。あとは英才教育は別にいらんよな。以上。家康がご命令を狙ってる。まあそうだよな。で真田城に関してはこのまま正行が向かえば問題はないと思うのよね。で福原はこのまま下田に向けてしまって韮山に武将を入れます。これ城門いくつだ。城門2。あ、結構持つな。じゃあ2人。あ、まあでもこれ集まるまで結構時間かかるからそんな切羽詰まってるって感じもないのかな。まあ、河野台から2人移動させよう。じゃあとりあえずできるのはこんなもんか。それでは進めていきましょう。正行がまず来やがった。助太刀する。来やがった。それは鬱陶しいな。世の汚れを払い三つ青に勝質をもたらす。援軍呼ばんからね、関係ないけど。敵が我が領内に向かっております。上田城か。上田城守れないんだよな。いやー、これはもうどうしようもないかもしんないね。平八郎じゃん。いや4部隊に減ってる。しかもうわー、これは鬱陶しいぞ。待て、だったらどっか着きたいけど。新婦城、軍がいないんだよな。人が全然いないんよ。いやこれ待って、八王子から新婦着きたいな。いやしょうがない、いけないもんは。勝ったぞ。おいし、勝ち時をあげよう。いなくなった。戦うか。なんだこれ。え、じゃあ正行の台フリーだぞ。上田城城門3、真田城から流れてきた3人が入ってっからとりあえず守れる。正行がじゃあ小諸城攻めよう。300でしょ、いけるでしょこれ。明かりのとなき下田取れた。滅びないよ。よし、取れそうな城はねえか。これ怖いよね。だからフェニックスの小せがれはこっちを通って岬に向かおう。出陣するぞ。取れるような気がするんだよなこの流れでいくと。で韮山どうなんこれ。小諸取り付き、いやすぐでしょこれ。全然すぐじゃないんだけど。あー、戻ってきてんのか兵が。なるほどね、なるほど。いやだったら深し行くでしょ。行くぞ。こういう感じでガンガン戦っていこう。で韮山入ったね。じゃあ福原が下田に入ります。1枚ですね。まあ韮山はねまた落とされても構わん。これで韮山でこの1枚一線を引きつけられてるっていうこの状況が大事なんですよね。立山岬取れりゃ笑っちゃうけどね。どうなるんだろうな。深潮を帰ったね。となるともう行ける場所はないか。基礎福島行けないもんな。とてもじゃないけど正行騎乗しよう。待て、騎乗します。で雪村と黒備え6000がぶつけるけど、まあ、それに関しては全く問題ないでしょう。さあどうなる。さあ激突揺るがんね、さすがにね。雪村がぶで御前橋取り付け捕獲。あー来ないか。いや武将欲しいな。武将が足りなすぎる。硬っ。とりあえず積み囲んでおいて。いやなんだこの国峰6000って、まだこんなのいいの。あっそう、まあ、とりあえず美濃輪に向かおう。出陣する。来
来たね、ニラ山に。まあ、ここは籠城でもって、四十九日、意外と耐える。いいぞ、いいぞ。それは本当にいいぞ。てか、兵糧なんか、1万が377日耐えるってこと？どんだけ米あんの、北条。こんなに戦なのに。いや、北条の底力やばいだろ。で、動いてるのが、1万3000。小田原国峰、小田原と国峰、これか。え、じゃあ雪村国峰向かっちゃう。行くぞ、出陣する。で、小田原も開くから、まあ、そこを攻めりゃいい。1100が集まってるから、まあ、これはさすがに無理かな。うん、またフェニックスの小せがれは引こう。ワンチャン立山、まあ、ワンチャンだから泣くまでね。まだ、ソーリンが亡くなった。イエス、ソーリン。あとを継ぐのは吉宗ですね。納国いたします。で、また徳川領が変わったね。これは何なの、一番走るの。対策の兵かな、多分そうだね。で、ひとまず真田城に武将を動かしましょう。いや、これしかしさ、まあ、ここなんとなくパパと兄に任せたいっつうのあんだけど、もったいないよね、正直ね。正直すごくもったいない。それはわかるんだけど、なんかやっぱここはな、真田の将は真田に任せたいんだよな。で、ちょっとここがややこしくなってくっちゃくちゃになってるんだけど、何これ、なんだ、なんだこの戦略。いや、もうこっちはどうしようもないよな。上田はだってね、2万4500で来られちゃう、対処できないもんね。いや、かき集めればいけるのかもしんないけど、かき集めてまで戦うようなとこじゃないんだよな、端っこすぎて。まあ、上田はもう囲ませて、取られるような取られるでいいでしょうね。その間にこの30だけは奪っておきたいね、なんとしても。だから、兵結構多いんだよな。沼田から馬屋橋出ますか、まあ、3対3900を馬屋橋に向ける。進め、ここ縄文3だったっけ、32か、まあ、これはこれでいい。さらに箕輪岩光から向かいます。まあ、こちらも3対3900で持って箕輪向かいましょう。進め、4300が出る予想だけど、その4300はどの兵よ。これとこれで4300だよね。国峰は、あ、引いたな、こっちの防衛の兵。そうか、あ、まあ、それはそれでいいよね。じゃあ下田を軽く整え、まあ、整える必要あるかと言われるとないような気もするけど、かしこまった。まあ、これで進めていきます。待って、なんだこれは、集まってるね。じゃあ佐野も無理だ、騎乗しよう。ここら辺攻めたいけどね、兵十分なんだよな。ほんと北条の人口の多さって厄介よね。あー、でこっち側ちょっと相馬うるさくなってきたな。飯野平攻めたい気もするけど、まあ、こっちはとりあえず相馬に任せとこう。まあ、別に相馬と同盟なんか結んでないけどね。もう取るに任せよう、いきます。皆の力、さあ吠える、合わせよう。皆の力、もういいって、合わせよう。落ち着けって。さあ、美濃は取り付き、どうだ。方位80日方位しましょう。かしこまった。三つ攻め56日だけど、うん、金そんなないからね。まあ、方位80日でいいでしょう。で、同じように馬屋橋もすぐ取り付くよね。我が領内に向かっております。はあ、なるほど、小田原だ。いや、これはでもね、来ないような気がするので無視。待って、徳川とさ、講和持ってこ、は、持っていけるんだったら。榊原か、これ朝廷停戦ありゃいいのにな、朝廷講和ね。さあ、激突、狭いのか。いやー、これはちょっと指揮取ろう、さすがに。さっきひどい目にあったからね。あー、でも大丈夫でしょう。まあ、のろしがこちら側立てられるんで、
ここで持久戦すりゃ、まあ、問題ないんじゃないかな。無理に押し潰すみたいな感じにしなくてもいいよね、今回はね。行きましょう。さあ、のろしでもって徐々に変数に差が出てきてるぞ。どうするつもりだ、宇治国。さあ、のろしでもってだいぶ兵力に差ができましたね。おお、さすがに大丈夫だろう。600、さあ、まあ、30郎がバカバカ浮かけて、いいね、引っ張り出す。叩き潰せ。もうこの形なら問題なく押し潰せるでしょう。こうしてる間にも兵はガンガン増えてるからね。さあ来たぞ、三十郎の方に押し寄せてきてる。三十郎じゃ一回引く。さあ行こうぜ。本体に合流しよう。でちょっとこっち分厚めなんで、うちの左翼上がります。始めるぞ。でこっちの端っこから削り取っていこう。奇襲入る？入らない。始めるぞ。まあまあ始めます。さあぶつかる。魔神召喚、なんかのぼうの城目立つな。やりたい。あ、いい感じだね。包み囲んだね。じゃあ雪村行きますか。赤備えよ。炎となりて敵を焼き尽くせ。いい、とてもいい。そしてその隣いるのは鬼吉重。鬼吉重打ちたいな。沼、いや沼一番厄介だけど、まあ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 、なんとかなる。本陣切り込みどこ？この舞台。いやでもこれ穴に落っこちるでしょ。問題ないね。前。敵の移動を知れました。あい。あい、ダメだろこれは。光栄さん、ちょっとすいません。すいません光栄さん、これ。これオフサイドですよね、完全にね。これはライン越えてますよね、オフサイドライン。おい、初めて見たこんなもん。ちょっと待って、これはさすがにずるいって。いかがそう。鬼吉重行きますか。覚悟なき者、負けはせぬ。いやマジでこれありなん、こんなん落ちた。ずるくね。あ、三十郎やばい。オフサイド無視とかいうとんでもない悪行をやってのけてる宇治国が。いやマジでそうなんだよ。いやマジでそれはなしだよな、どう考えても。じゃあもうなんだよ、そんなんありかよ。今は引く。いやずる、ただのずるじゃん。だってひどくね。やりたい。あ、やばいやばいやばい、囲まれてる。始めるぞ。ちょっとおい、ツリーってずっと外歩ってんじゃねえよ。力負けするとはね。もうなんなんこれ。始めよ。で逆にいけるの？始めるぞ。こっちは気にしたことないけど、始めるぞ。いけるのかな、意外と外側。始めるぞ。どうなんだろう。壊滅。やりたい。ちょっと確認したいな。帰ってきた。オフサイド野郎が帰ってきた。これは問題ないね。鬼吉重ぶつかってしまう、このまま壊滅で。オカミ隊が打ち首に突っかかる。ナスはもう引いてこよう。で暗い顔の宇治のりはこのまま壊滅。81も飲み込んでしまう。やりたい。いければ倒して。あ、いけるのかこれ、オフサイド。前。そうなんだ。そうなんだじゃないんだ。じゃあこの線は何なんだって話。やりたい。あ、いけるわ。前。普通にいけたわ。あ、でもちょっと待って。あ、なるほど、この灰色の範囲は OK なんだ。ほら灰色の範囲避けるようにしか動けない。何。いやどういうことなのこれ。覚悟しろ。そうか、オフサイドはもう公式としてありだったんだ。油断したか。今は引く。ちょっと待って、始めよ。オフサイド騒動でさ、全然戦に集中できなかったんだ。動けてねえ。やりたい。これ引っかかってんだ多分。始めるぞ。そうだ、引っかかってる。バカ。さあ、まあどうなるかと思いましたが、宇治国壊滅。やりたい。いやー見事ではないけど、
勝利はとりあえず抑えられたね。よかった。びっくりしたわ。その日まで二舞台壊滅してんだよな。ちょっとオフサイドにさ、心を満たされたわ。はい、ホバックでドン、コズ。あ、おばた。ノブサダ強いね。77-80。あ、いいな、欲しいな。すまねえな。で、国見ね、ソクテロはならず、でも強行で、勝った。45日。激突揺るがず、いいね。見えていたことよ。はい、ソクテロ。全てな。よし、おバックでドン。宮城、すげえ、94歳。なりの字ってことは、元長野の家臣なんかね。へぇ。片付けない。じゃあ、まあ、おじごこのまま、騎乗でいいよね。うん、騎乗。で、問題はこれだな。これ、忠勝は家康の軍、これが家康の軍だね。そうだね。ここに集まってる。これはでも北条の軍だよね。え、家康の軍ってどこに、これか。ほー、え、同じ城にじゃあ、徳川と北条どっちも来てるってこと？違う、これは対策の兵か。なるほど。さあ、上田城に来た。上田城、もうちょっと、籠城しやすく、135日。いや、これ耐えるわ。もうちょっと籠城しやすくしてくれてもいいんじゃないのかなと思ったら、結構籠城できるわ。なるほどね。ニラ山もすげえ頑張ってるな。商いを始めます。これチャンスなんじゃね？ねえ、どう見てもチャンスだよね。八王子からとりあえず岬には向かおう。コセガルの100、これを動かし、さらに、まあ、立山にも動かしましょう。元桜からね。まあ、佐野対100を動かします。進むぞ。で、これをやるとここに1万8000集まってるもんだから、出るにしても江戸からとかさ、まあ、くるり万華からとかになるじゃないですか。そしたらその城をこういう感じでつけば、北条多分がんじがらめになると思うんだよね。アナサー隊はどっから出てるんだっけ。立山、岬か。この2城だけで1万もいるの、すげえな。いや、まあこれでだいぶ楽な感じになったとは思う。問題は徳川だけだね、本当にね。じゃあ、まあ奪ったまずは馬屋橋を整えましょう。武将がいなすぎてやばい。結局一人しか入れられなかった馬屋橋。まあなんとかなるでしょう。いきます。さあ、家康が吠える。講和しようぜ家康。頼むわ家康は。マジでこう、あ、軍馬11,000渡す。よし。よし、あいつ欲に目がくらみやがった、あんたの時。ざまあねえな。いや、これは、こうはでかいぞ、すごく。これなんなん？これなんなん、この人。全部。全部徳川じゃん、だって。なんてこった。いやー、落ちたか。まあ、しょうがない。それはしょうがない。敵が我が領。いやーですよねー。ですよねー。まあまあまあ、国見落ちてるもんね、その代わり。この城、雪村がもらえる。やりました、ホバックでドン。誰も来ず。いや、来いよ。もうそろそろ来ようぜ。武将欲しいわ。で、同級は33日落ちてる。じゃあ雪村一度引きますか。で、真田城なんですけど、いや、これ普通にぶつかって全滅させてもいいんだよな。ニラ山、これ待ってよ。これさ、この辺出れないかな。出れないのか。あ、出れるね。っていうのは、1人だけ出します。佐竹、これなんつったっけ、お忘れたわ。佐竹よしなんとかの100を動かし、進むのだ。で、この軍をくるっと迂回させて、ニラ山狙いましょう。香水待機。よし、待機したね。行こうか。これを
スッと進めてニラ山向かいましょう。出陣しよう。この形でさ、取ったり取られたりを繰り返しながらここ耐えられるんじゃね。でその間に三崎立山行けるでしょ。